はい。じゃあ行きます。はい。なんか ごめん。今ね、なんか小吉のような気がした。本当？あ、何それ？なんか。おみくじ。じゃあちょっと。なんか初めて見たね、これね。これがこうなってる、巻いてあるんだね。ダメだ、抜けないもん。授業されました。なんかすごい伸びた。うん、たくさんついてる。これが大吉だよ。大吉？あ、なんだろう、ここに。なんだろう、小吉って今ふんちゃんとね、ここに入ってる。ほら、ああ、板がすごいね。うん、41番だって。末吉だって。あら、小じゃないよ、末吉だよ。末吉ちゃん、あれ、さっきのと一緒のような気がする。末吉、あ、本当だ、似てるような。同じだったりしてもら。あ、同じ書き方だね。同じだね、多分ね。え、末吉ちゃん、じゃあ俺も。はい、あ、いっぱい入ってるよ。うん、いっぱい入ってる。はい、じゃあ開けますよ。はい、いや、あ、ほんじゃ今日がないってことはさ、これなんだっけ、言ってたやつ。うん、なんだっけ。末子吉、パン子吉違ったっけ、末子吉だ。末吉でしょ。末小吉だ。そうだ、ダメだよ。なんかいやらしいこと。あんこ吉なんて。あんこ吉なんて。さあ、何でしょう。何？吉だ。吉？なんか厳しいね。今日ね、厳しいね。うん。あれ？油がなくて手が乾燥しちゃって。18番、お箱じゃん。お箱吉。おみくじに当たる人は、例えば麻の着物を絹に脱ぎ替えるごと。なんか意味が分かんないね。まあ吉だよ。吉だよ。うん、じゃあ、なんか多分さっきのと同じだね、これ。そうだね。うん。種類が。そうだね、そこの指のところがそうだね。末吉と吉。内容はあんまよくわからない。だけど大吉はあるか。今日はない。大凶、今日はない、うん。ちゃんとしてるよね。末小吉？末小吉がある？うん、どこに？ここ。ああ、ほんとだ。末小って書いてある。ねえ、末小。出てる。